れてる人のリサーチは絶対した方がいいですね、うん、リサーチしない人多いんで。そうですね。コンサル生から質問いただきまして、はい、インスタのフォロワーが増えないっていうことで、このフォロワーをどれだけ上げていけるのかっていうところをね、お話しさせてもらえたらと思います、はい。もちろん自分がフォローしていかないと絶対に増えないはずなんですね、うん、一番初めって自分のこと知ってる人はいないんで、例えば辻ちゃんとかブログで有名な辻ちゃんとかがやりましたみたいになったらバーって増えると思うんですけども、そうではないので一般人っていうのは。なので一番初めに伝えておきたいのは、自分からフォローを増やして、フォローしましたよって DM を送るとかでもいいですし、相互とかでもいいかもしれないですね。まずはホームに相互してますとかっていう風にやった方が、一番初めはそれがいいのかなっていうところと、あとまずそのフォロワー自体が何で増やしていきたいのかっていうところが一番重要だと思ってて、結局私たちはどういうビジネスをするかって、その出口の方を見た方がいいんですよね。このフォロワーを増やすっていうよりかは、例えばラーメン屋さんやとして、ラーメン屋さんの店の前までここまで来たけども入りませんみたいな、だったら意味がないので、一旦店に入ってもらわないといけないわけですよ。でも店に入っても、もしかしたら帰っちゃうお客様もいるわけなんですよね。けどここが、この LINE が例えば LINE アットに誘導がかけれるんであれば、まあ、入ってきてくれました。けどここにちょっといてるわけですよ、お客さんはずっといてて、やっとじゃあラーメン食べ出しました、でお支払いをしてくれましたってなったら、営業からお客様が本当にご契約いただいたっていう形やと思うんですけども、そこまでここの LINE アットに落とし込まないといけないんで、フォロワーがめちゃくちゃ大事かって言われると、めっちゃ大事じゃないかもしれないですよね。やっぱ見込み客がどれだけ入ってくるかっていうところにはなってきます。なので、まあ、まずはこの LINE アットですね、リストを増やすっていうところを着目してもらえたらなと思いますね。フォロワーが1万とか超えてきたら勝手に増えていきます。勝手に増えていって、 LINE アットの方にも結構ガンガン入ってくるので、それはすごい楽にはなるんですけども、それでも私で2年ちょっとかかってますよ、1万かける1万いくまでに。で毎日何やってたかって言ったら、フォローを5、600ですね、毎日。これはフォローって最高いくらまでか分かりますか？多分分からない。フォロー中？そうです、そうです。フォローが7500人までしかできないんですよね、ってことは7500人になった時点でアンフォローって言ってバーって消していかないといけないんですよ。まあまあ別にそれはツールでもいいですし、自分の手動でもいいんですけども、基本これ消すのもどれぐらいだろう、500ぐらいか、1日。私は2000ぐらいあります。2000やりましたか、すごいなるほど、2000全然いけます。いけるね、うまくいけば、うまくいけば、まあ、あの急に、そうですよね、急に2000バーンってやるんじゃなくって、時間を置いて、400×5 か、はい、とか、これもそうなんですけど、5、600って言ったのは、その時間だけで5、600しないで、130ぐらい、ワンセットが。機械がいじってるっていうふうに思われると、アカウントとか、このインスタ会社っていう上側が、うん、そのロボットだって判断してアカウントを止めちゃうって可能性があるので、あくまでも人間のやれるペースみたいな感覚で合わせていかなきゃいけないから、分割していくってことですね、うん、赤バンっていうんですけど、うん、あのアカウントバンされた瞬間、うん、もう私たち仕事終わりないんで、終わりなんでさっきのラーメン屋さんで言ったらホットペッパーに載せてます、うん、けどホットペッパーにも掲載されません今日からみたいな感じなんで、ってなったらお客さん本当少なくなるんですよね、うん、それぐらいめっちゃ危険だと思ってもらいたいです、うん、インスタに特化してるんですけども、多分インスタで撮ってる人たちって何かこう目的を決めて、自分のインスタっていうものが雑誌じゃないですけど、自分の何かイメージがあるんですよね、テーマみたいな、インスタのテーマ、まあ、それがブランディングになってくるんですけど、写真とかをどういう風に見せていきたいのかっていうのが、で例えばファッション雑誌とかでセブンティーンとかってあるじゃないですか、セブンティーンって17歳の人に向けた雑誌じゃないですか、そこに30歳ぐらいの人が着る大人の服って絶対載せないじゃないですか、それってもうここに絞ってるからテーマに沿ってますよね。だから写真を載せるとかっていうのも、それをやっちゃうとテーマがブレちゃうんで見栄えが悪くなっちゃうんですよ、いわゆる。なん
でまずそこを決める。だからそれが例えば自分の色とか背景とか白だった、自分が白をイメージしたいんだったら白系の写真を撮るとか、青系の写真を撮るとか、明るい黄色いのをかけたりとか、いろんな加工はしたりとしてると思うんですよね。っていうのがまず一つっていうのと、あとここですね、はい、ペルソナってアーティングとかね、とあとはその配置ですよね。自分の顔ばっかだとちょっと気持ち悪いなとか男性はそうですよね。そうですね、まあ、女性だったら、ね、そのすごい有名な、ね、なんかモデルさんとかだったら見たいなと思いますけど、普通の、ね、よく分かってないような一般の人が写真ばっかのステモっていうのもあるんで、僕が、まあ、一応教わった感じでやってるのは、まあ、こうあるじゃないですか、こう、まあ、ここにこうあって、こう投稿がこうあったら、なんかまあ大体こう15、18ぐらいですかね、うん、で、3、3、3、3ってなってたんですけど、これを、ここが例えば食べ物だったら、ここ全部食べ物にして、ここ顔にする縦位置です、それ、で、空とか、背景とか、はい、うん、とかっていう風に縦で揃えるとか、まあそれは人それぞれだと思うんですけど、その順序っていうのがめっちゃ大事で、それを決めていった方が、あと自分も載せやすくなるんですよ、結構これ大きいなと思って。めっちゃ大きいですよ。次の投稿食べ物だのってなるんですよ、なんで食べ物の写真撮れが探せばいいとか、ないなとかと思ったら撮りに行けばいいとかってなるんですけど、それが綺麗な写真って思うと、もう何手つければいいのか分かんなくなって、自分がいいなと思ってって横の写真と全然マッチしない、すごく見栄えが悪くなっちゃったりとか、同じような写真重なっちゃったりとかすると、あんまりそのインスタの見栄えの部分とかでは統一感がなくなっちゃう。こだわりを絶対持った方がいいっていうところ、私は逆に顔、うん、でここにちょっと文章を載せたりとかなんですね。で多分ね、このね18ぐらい見えるはずかな、18ぐらい見える、ここ顔でしょ、でってことはここか、ことの丸か、これも顔って感じですね。でここはもう食べ物か背景かみたいな感じなんで、やってますよね、やってる、多分そういうのでやってる、はい、たまになんかいますよね、芸能人とかお店のアカウントで、ここ6つ使って全部1つの絵にする、そうああいうのとかこれだけで全部に絵になってたり、そのどちらかというとその文章を見てホームに呼ぶじゃないですか、多分みんなで、ホームからインスタって入ってもらうんで、まずそのパッて見た時のホームがめっちゃ汚かったりとかしたら多分入らないと思うんですよ、自己紹介とかもそうですし、そこの結構そっち側を意識して一個一個の写真、まあ、気にしないでいいってわけじゃないですけど、そっち側ですよね、ここ側の方、まあだから結構撮れてる人のリサーチは絶対した方がいいですね、みんな絶対統一リサーチしない人多いんで、そうですね、まずやろうみたいな、あ全然 やった方がいいんですけども、やった時に多分そこでつまずいてどうしようってなったらもうリサーチするしかないですね、撮れてる人のターゲットですよね、ペルソナターゲットっていうのを言ってもらったら、あこういう人だったらこういう人がいいよみたいなね、教えていくことができるんで、っていう感じですね、はい、はい、じゃあインスタのフォロワーがちょっと増えていくっていうことで、フォロワーよりもまあリストをもっともっと取得をしていっていきましょうっていうことの動画になりました、最後までご覧いただきましてありがとうございます、ありがとうございます。